さあ、ということで、とりあえず、なんのこっちゃわかんないんで、この5つの扉ね。入ってみよっか。シチュエーションバトル。規定のステータスに変化し、バトルを行います。バトル後はステータスが元に戻ります。敗北して、なるほど、いごらないわけですね。いごらないならさ、やってみてもいいんじゃないかなって思うので、行きましょうか。でもなんか、どういう条件とかが定められてるわけですよね。とりあえず見てみないと何とも言えないですよね。ってことは。荒垣さんがいるんだけど。いきなりやばくね？いきなりやばくね？荒垣さんいるんだけど。レベルも設定されちゃってますね。で、オラクルは撃てない。オラクルに頼れないわけですね。レベル70のピクシーってさ、なかなか見る機会ないんじゃない？能力は全部45で統一なわけですね。アバドン、ボドハンドあるよ。強くね？めっちゃ万能じゃない？この子。多分サンダルフォンと、アバドンでうまく戦っていこうって感じかな。回復に特化してますよね。とりあえずよくわかんないんで。アイテムは、アイテムも決められてるんだ。なるほどね。とりあえずさ、ピクシー戦闘じゃ危ないと思うんで。ゴッドハンドあたり覚えてる。変えてみましょうか。アバドンに。なんかもう怖いんだけど、とりあえず当ててみる。当たったよ。そう、調べてなかったね。了解。分析してみます。少し時間をください。なんか全然わからないんだけど。どういうことを相手がしてくるのかっていうのもわかんないし。てか、チャージしたからさ。防御しないとやばくね？今思ったけど。行くぞ。とりあえず弱点見たいんで。なるほど。ダメって書いてあったね、今普通に。撃っちゃったわ。ダメだ、なんか、軽視者の、あれでなんかもう、あれ勝ったから、なんかすごい気が抜けちゃってるわ。どういうことなんだろう。とりあえず、物理じゃないと当たんないのかな。そんな。荒垣さん久しぶりですよね。テンタルフとかさ、聞いたら面白いんですけどね。貫通？こっちは。外したか。ゴッドハンド。ダメージが深刻です。だいたい分かったぞ。でも多分当たる打撃っていうか物理関連の技しか当たらなくて、この子たちはそれでなんか様子が変わった的なのが出たじゃないですか。それで多分定期的に変わっていくんだよ。当たったり当たらなかったりしますもんね。さっき当たんなかったよね、確かに2は。
ってことはそういうことだ。なんかローテーションがあったりするのかな、じゃあ。あ、間違えたわ。自分だけ回復しちゃったわ。完全に気が抜けてますね。まあ、とりあえず研究しよう。見よう、相手の攻撃を。だって、イゴらないって説明に書いてあったじゃないですか。気が楽ですよ、その分。気持ち的に楽なんで、その分ね。多分でもそういう感じでしょうね。当たった攻撃が無効になるのかな、それか。一緒の技を打ってみれば分かるか。多分そういうことだよね。でももう一回2に、うん、そういうことですよね。多分打った攻撃のやつが無効になるんだよね。 OKOK、つかめてきたよ。ゆかりちゃんあんまやることないね。とりあえずそのなんか ローテーション決まってればそれを把握したいんだよな。なるほどね。 OK、 わかったわかった。そういうことか。斬撃が無効の時は打撃だ。あ、弱点じゃん、しかも。これが2だったら解決。あ、3、3だ。なんかすごい混乱してきたんですけど、大丈夫かな？チャージしとこう。多分、だいぶでも、掴めてきた感じはするんで、ちょっとこの状況からひっくり返すのは、難しいので、まあこの次からって感じでお願いします。よし、やっていきましょう。とりあえずまだちょっと曖昧なところもあるんですけど、まあさっきまでの録画とか自分で見返してみたりして、こうじゃないかなーっていう感じでやってみようかなと思います。まあアバドンで大丈夫かな。でとりあえず全部まとめて相手にしちゃいけないなっていうのがまずあって、なので1から順番に分かりやすいんでいきましょうか。斬撃は当たるんですね。斬撃が当たるってことは、何かが当たらないとか、何かが、他何か回復とか、多分そういうことだと思うので、まあ、とりあえず雰囲気変わっちゃうのを待ってもいいかもしれないので、荒垣さんはチャージで次に備えてもらいましょう。で、ミツル先輩が斬撃で一緒だから、これは通るよね。OK。で、ゆかりちゃんはどうしようかなーって感じなんだが、下手に攻撃できないので、ガードします。あ！これもしかして、攻撃してこない？なんか、こっちがやんないと。あ、じゃあ、いっそ、位置だけで調べながらやっていいですね。で、雰囲気が変わったので、雰囲気変わったら、多分それ体勢が変わるっていうことなので、とりあえず、確かめたいね、まだ。回復か。回復ってことは別のものを試してみましょうか。なので、ゴッドハンドを打っ
ってみますか。せっかくチャージしてるんで、全体技は打ちたくないので打ってみよう。ドン、おお、さすがですね。とりあえず斬撃吸収の次は打撃って覚えとけばいいのかな。気絶させとこ。なるほどね。でも下手に打ちたくないですよね。なのでまあ防御、防御、まだ確かめたいことあるんで。なるほどね。2と3はとりあえずこっちが 手を出さなければ何もしてこねえんだ。じゃあ1だけ、多分今のでほぼ確定しましたよね。わざと攻撃しなかったんですけど。で様子が変わったっていうのも出てないので、ゴッドハンド打っていいんじゃない。ドーン、オッケー。で、荒垣さんもゴッドハンド。あ、むしろガードキルあったからさ、ガードキルとかかけちゃってもよかったかもね、うちに。そうすればさ、二人も攻めれるじゃん。あー変わっちゃったか。まあでも一通り見たいので、とりあえず打撃がダメってことですよね。なので多分順番的には貫通なのかな。まあ打ってみよう。あー違う違いましたね。下手なことしない方が良さそうですね、これ。だいぶ具合が分かってきました。まあ、よく分かんなかったら、とりあえず主人公で普通に殴ってみつる先輩か。斬撃の攻撃を、まあ、軸にして考えれば、あんまり混乱しなくて済むのかなって。そんな印象です。なんかあれあれあれってなりだすとわけわかんなくなってくるんで、混乱してきたらもうなんかもうとりあえず回復させないようにはだけを、そんな感じでいこうかなと思います。ありがたいね、本当に何もしてこないから。倒したりできないかな、このまま。ちょっとうまく、うまいこと、うまいこと倒してく、倒れてくんないかな、このまま。で、ガードキルやってるんで、ブフダインも当てれるはず。よし。で、ガルダインも当てましょう。雰囲気が変わって、雰囲気が変わって、とりあえず、斬撃で様子を見る。当たらない。斬撃が当たらないときは、まあ、いろいろ試してたんで、この辺は分かってきたんですけど、荒垣さんはこの間にチャージをしてもらいます。で、みつる先輩も、ここでブフダインって行きたいんですけど、ブフダインも、確か、このガードキル効果も消えちゃうので、確かね、うん。実際に当たんなかったしね、うん。なので、とりあえずどうしようかな。回復しよっか。
ゆかりちゃんの貫通攻撃で様子を見たいかなと思います。当たるね。じゃあだいぶカラクリが解けてきたかな。これで回復したら、今の攻撃当たってて回復してたら謎が解けたんだけどな。ちょっと賭けんでますか。じゃあこれが弱点として当たったらカラクリ解けたと思う。あ、ダメだ。違うんだ。なるほどね。あ、そういうことか。これで多分当たるんじゃない。じゃあオッケーオッケー。お疲れ。とりあえず一体倒したかな。あ、残るか。まあ、今世でも撃っときますか。じゃあで、ゆかりちゃんはガードかな。で、ここで倒そう。倒しちゃおう、一応。で、性質的には2も3も一緒だと思うので、とりあえずこのターンは何もしない。一回リセットして、ね、どうせ何もしたくないからね。で、順番でいこう。2。当たる。当たるってことは、当たるってことは、とりあえず、そうだね。チャージはできてんだっけ？あ、できてないか。じゃあチャージしよう。弱点として当たるタイミングでゴッドハンド打ちたいですからね。で、ミツル先輩も一緒の斬撃なので、打ちます。しぶといな。で、ゆかりちゃんはガード。で、雰囲気が変わりの、これで当たらなくなるんですよね、次が。当たらなくなったら、今度は、次が貫通だったよね、多分。だと思うので、で、これが当たる、当たるよね。で、雰囲気変わる、変わる、今度は回復されるはずじゃない。あ、違うのか。じゃあ違うのかな。思ってたのとちょっと違うな。当たるんだ。とりあえずでも斬撃が回復される状態、吸収になってる時が荒垣さんの攻撃のチャンスなので、ランダムなのかな。ローテーションってわけでもないのかな。じゃあ打ち漏らしたか。とりあえず待とう。とりあえずここで殴らないと何も分かんないってことなんだよね、要は。じゃあオッケーオッケー、そういうことでいいのか。なんか決まった順番があるのかなって思って、いろいろ探り探りやってたんですけど、案外ランダムかもしれないですね。ランダムじゃないかもしれないけど、まあ大体分かってきたんで大丈夫です。で、そうですね、ガードキルも当てましょう。で、ダブルガードキルで、で、主人公はゴッドハンド。これも当たる。よし、オッケー。で、荒垣さんゴッドハンド。で、今世打ってあるからダメージでかいと思うので、ブフダイン打ちますよ。オッケー。で、ゆかりちゃんも攻めたいんだけど、攻めたいんですが、ラハン打とうか。こんな感じでやっていれば多分少なくとも負けることはないと思うので、雰囲気変わるっていうだけでね、相手行動を消費しちゃうので、
でもう一回調べるところから、向こうか。向こうの時は、とりあえずチャージはしておいて、で、向こうだったので、じゃあもう一回、コンセ打っとこう。そういう場合に、貫通が当たる。よし、オッケーオッケー。分かってきた、分かってきた、分かってきた。強っ。総攻撃って強いですね。びっくりしました。ということで、あと4つってわけか。チャージか。セタンタさん、涙目ですね。まあ、イゴらないって言ってるし、そのまま行っちゃいますか、じゃあ。イゴらないって聞いただけでね、なんか不思議となんか強気になれるっていう、この何かなんですけど。まあ、とりあえずどういう状況なのかとか、どういう攻撃パターンなのかっていうのを、一回目で見ようと思います。もしかしたら3回ぐらい見るかもしれないけど。まあ、2回目以降はカットしますね。また1、2、3って感じか。で、レベル70のピクシーがさ、やっぱ、こんなに育てるってことはやっぱ強えじゃんって思うんだけど、やっぱ技見ると、残念ですねって感じだよね。やっぱ、いつもの、なんか、やっぱみんな俺たちの知ってるピクシーだみたいな感じで、なんかすごい安心はしたんですけど、とりあえず弱点を見たいんだが、どうなんだろうな。また、物理系で攻めるべきなのかな。とりあえず物理当たんない系かな、これもしかして。ああ、ここは当たるのか。なるほどなるほど。アギダインは回復。その辺は細かくあるのかな。じゃあマハブフダインどれか1体回復するんじゃないだよね。オッケーオッケー。怖いなぁ。そうだ、アイテムも見てなかったですね。アイテム次第ではこれ全然大丈夫っちゃ大丈夫かも。ああ、やっぱこの辺あるんだ。この辺駆使して戦っていくのかな、じゃあ。俺がハーミットさんとかあたりで乱用したようなやり方でやればいいのかな、じゃあ。とりあえず、もうちょっと攻撃見たいよねっていうのがあるので、打たせますね、相手に。とりあえず。まあ、ちょっかいは出してるので、何もしてこないみたいな感じにはならないと思うので、ガルダインはでも全部当たったよね。うん。結構優遇されてますよね、この属性。石像さんといいね。ガルは当たるんだよね、全部だって。とりあえず他のも試してみよっか。物理は全部ダメかな、じゃあ。ダメっぽいね、多分これ。多分こういう感じの技でゴリ押してくるのかな。じゃあ、ぽいかな、なんか。だったらあんまり考えなくてよさそうじゃない。
オッケー、やってみよう。とりあえず。ごめんなさい、ちょっとやり直します、これは。よーし、やっていきましょう。まあ、作戦としてはですね、まあ、ラファエルさんが、この辺の技を覚えてるんで、アイテム使うまでもないのかなーって、感じです。まあ、やることは一緒なんですけどね。かけます。で、ゆかりちゃんは全部当たるので、攻めさせてしまって、で、順平は、落下座でもかけてもらって、で、みつる先輩が、そうですね、みつる先輩は防御します。どうだろう。ハマオン。あ、なんかちょっと、俺なんか、変なこと企ん、変なことは企んでませんよ。大丈夫です。いや、俺、あれ反射すればよくねとか思ってないから絶対。あ、行っちゃった、ごめん。しらじらしい。え、ちょっとやってみよう、でも。どうせ長い戦いになるんだよ。やってみようぜ。嘘。本気で言ってんのそれ。え、じゃあ、え、これでいいじゃん。なんという。ひどいバトルを見たわ。戦いへの覚悟が違いますよ。ふうかちゃんです。もう絶妙すぎる。そのなんか言うタイミング間違えてる、それ絶対。え、なんかミラー貼ってさ、なんかガードしてただけなのに、なんか今世のカードもらっちゃったんだけど、ちょっとこの勢いで行ってみようか。じゃあ